させないよ。旦那を傷つける奴は誰だって許さない。そんなことはどうでもいいの。早く銃を下ろしなさい。さもないとこの天田光代の包丁で心臓を一刺しなんだからね。姉さん、やめてください。なぜこんなことを。高博さん、高博さん。
レイさん、ダメです。なぜ高弘さんを傷つけるようなこと。当たり前です。高弘さんを守るのが私の今の仕事なのですから。本当、今回は死んだ飯島に感謝でもするでちゅね。あのバカが遊んでくれたおかげで大事には至らないで済みましたが。何を他人事みたいに言っているでちゅか。はい、これで終わりでちゅ。急所は外れて待ちので、そう悲観することはないのでちゅが、でも絶対に安静でちゅね。鋭利な刃物を突き立てられた感じでちゅか。少なくとも重装ではないでちゅ。嫌ではないでちゅ。そういう傷でもないでちゅから、気のせいかもしれないのでちゅが、カズサちゃんの足元の影が膨らんで、それがそのまま刃物のように突き刺さったように見えたでちゅ。あくまでもそう見えたというだけで、それが本当に影だったのかどうかわからないでちゅが。なんでちゅって。避難って。
この島を捨てるということでちゅか。そんな。所長は？そうやって、あなたはどんどん勝手に決めていって、こちらのことなんかお構いなし。わかりました。脱出用のヘリを手配しておきまちゅ。はい。銃の傷は大したことはないさ。そりゃ古いといってもアンドロイドだ。拳銃で壊れるようなものではないよ。ただそれより、かなり進行している。温度がどんどん低下している。このまま低下を続けていったら本当にヤバいだろうな。どうにかしないとやばいぞ。